こんにちは、速のですどうも今回ね東京地検特捜部こちらの部長に新しい方が就任したらしいですよね伊藤文樹さんっていう方らしいんですけども、まあ、もしかしたらね新しくじゃなくて、まあ、歴任なのかもしれませんそこでですねニュースがポロッと出ていてこんなことを言われていたんですよまあ一つはね気負わずに法と証拠に基づいてやるべきことを粛々とやっていきたいということなんですよね でもこの法と証拠っていうのがまたセもんでこの法律っていうのがすでに古臭いものになってる可能性があるんですよ今のこの情報化社会には全く合っていないものが更新されずに来ているのかなとやっぱり今の時代にカスタマイズできるようなこの身軽さが必要なんですけどもその法律がどうも追いついてないんじゃないかなってことが大いにありますだから犯罪はなくならないだと思うんですよあと一つはね証拠に基づいてって言いますけどもそもそも 証拠の収集能力がかかなななり低いいんんじゃないかなと思うんですよこれは先ほどのことにも共通するんですけども証拠の集め方がどうもね古臭いそれこそねツイッターの個人特定みたいなのがあるじゃないですかあっちの方が早いし正確なんですよねじゃあねツイッターの特定班みたいなのがいるわけですよ例えば寿司屋でなんかねおかしいことをした人をすぐにその日のうちに名前とか学校とか家族構成とか おお父さんやお母さんん母の職場とかっていうのすすすぐに特定するやつがいるがんですよこういう人を特捜部に招いた方がいいんじゃないかなと思うんですよねどっちかっていうと東京地検特捜部っていうのは何やってるか分かんないけども遅いし的外れなんですよねもちろん全部じゃないですよただ部分部分で名もない民間地に出し抜かれてるってことはやっぱりね反省すべきことだと思うんですよあとねこういうことも言われてました 正直者がバカをを見る社会ななくしたいという決意なんですよ一見すると、ありがとう、確かにそうなってほしいよねって共感するところが多いと思いますけども、この特捜部の部長自身、まあ、伊藤新部長がね、認めてるんですよ。今、正直者がバカを見てる世の中だよと。ね。所得が中央値360万、かなり低くなりました。この人たちは、人生や仕事をサボったんですかね。納税を怠ったりとか、 社会ってものの規範を揺るがしてるんですかねそうではないですよね。真面目に言われた通りに、きちんきちんとやってる人がみんなこうなってるんですよ。どちらかというと、ふざけたことをしたりね、さっきのバカッターじゃないですけども、ああやって悪いことでもいいから一発当てて、えー、悪名や無名に勝るみたいなことを言ってる人が、結局大金を掴んじゃったりするわけでしょ。で、それを野放しにしてるのも、東京地検特捜部というところの、まあ一つのね、 仕事の行き届かなさなんじゃないかなと思います。ということはね、今現在、正直者がバカを見てる社会だってことを、この伊藤部長が認めてるってことなんですよね。しっかりせようと思いますよ。特にね、東京地検特捜部、この名だたる組織、ねガーシーなんかを除名してる場合じゃないですよ。ねどうなってるんですか、あのパパ活議員は。なんであいつをなんとかしないんですか綾野剛 なんであいつを野放しにしてるんですか ?NHK、郵便報復性これどうしたんですか全然機能してないじゃないか。ということをね、これからも訴えかけていきたいと思います。東京地検特捜部、掛け声は立派だけども、結局は、なあなあで何もやってないんじゃないかなと思うわけなんですよね。それでは動画概要欄に、私の引用したニュースの URL を動画で貼っておきますんで、ご参考にいってらっしゃい。